品火光久は、日本の男性総合格闘家、プロレスラー、YouTuber ーー。沖縄県那覇市出身。リバーセルジム、沖縄クロスライン所属。元ストロー級、キングオブパンクラシスト。元フライ級キングオブパンクラシスト。元スーパーフライ級キングオブパンクラシスト。1999年12月26日。 1> 第1回アマチュアパンクラスオープントーナメント 61kg 未満級に出場し優勝を収めた。2000年11月19日、第2回アマチュアパンクラスオープントーナメント 61kg 未満級に出場し2大会連続の優勝を収めた。2001年6月26日、パンクラスでプロデビューし出口直樹に2から1の判定勝ち。 2002年3月30日、ディープ初参戦となったディープ2001オンスインパクトで、ランバー、ソムデート吉沢と対戦し、2から0の判定勝ち。2003年5月18日、パンクラスで前田義郎と対戦し、0から3の判定負け。2004年6月22日、パンクラスで亀田正史と対戦。亀田にバックを取られたところで後ろに倒れた際に、 砂辺の後頭部が亀田の顔面に入ったため反則負けとなった。8月22日、亀田と再戦するも判定ドロー。2006年11月25日、刑事フォース旗上げ戦となった刑事フォース01でホベルト松本と対戦。グラウンドでの攻防で松本が左膝を負傷し、1R 終了時のドクターチェックで、 試合続行不可能となり TKO 勝ちを収めた。2007年8月16日、OZ アカデミー代表、尾崎真由美にスカウトされ、プロレスのリングに上がる。デビュー戦の相手は、関本大輔。この頃は、プロレス時のリングネームを、リュマとしていた。2007年9月5日、パンクラスで、吉本光と対戦し、0から1の判定ドロー。同月30日、 欠場したエマニュエル・フェルナンデスの代役として、藤原大地とメインイベントで対戦し、に 2R 開始休日を左ハイキックで小負け。パンクラス定型の沖縄のジム、P、S リアル所属として活動していたが、二千八年六月一日より、パンクラスリアルとジム名称が変更された。六月二十九日に、沖縄で開催された、パンクレイス、リアルボリューム一 m m a v s ロックのメインイベントで、 清水清隆と対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。この試合よりフライ級に転向した。2009年4月3日、初参戦となったシュートボクシングで石川武史と対戦し、0から3の判定負けを喫した。2009年6月7日、初代スーパーフライ級キングオブパンクラス決定戦で、甲泉拓也と対戦し、 左フックで小勝ちを収め王座獲得に成功した。2009年10月25日、防衛戦で広瀬伊佐夫と対戦し、3から0の判定勝ちで初防衛に成功した。2010年2月7日、2度目の防衛戦で清水清隆と再戦し、0から2の判定負けを喫し王座陥落した。2010年9月5日、 パンクラススーパーフライ級王座時期挑戦者決定戦でシュート世界フライ級1位の田原新平と対戦。田原が三角締めを狙ってきたところをバスターで返し子が地を収めた。2010年12月5日スーパーフライ級キングオブパンクラスタイトルマッチで3度目の対戦となる清水清高と対戦し1から1の判定ドローで王座獲得に失敗した。 清水との対戦成績は1勝1敗1分となった。2011年6月5日、スーパーフライ級キ,キングオブパンクラスタイトルマッチで4度目となる清水清高と対戦し、2から0の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2011年8月7日、新設された初代フライ級王者決定トーナメント1回戦で松永義弘と対戦し、3から0の 判定勝ち。12月3日、決勝戦で、安倍博之と対戦し、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2012年5月20日、沖縄外戦を果たし、メインイベントで、三谷俊夫と対戦。腕ひしに十字固めで、見込み一本勝ち。2012年11月10日、フライ級キングオブパンクラスタイトルマッチで、宇月正和と対戦。パラレーの、 判定勝ちを収め初防衛に成功した。2013年4月21日、坂口道場パンクラス合同工業のメインイベントでヤックルシンゴと対戦。飛び膝蹴りで小勝ちを収めた。2013年7月28日、スーパーフライ級で島袋力と対戦。サンパラレー判定勝利。2013年9月29日、 フライ級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ。田原新平との対戦。3から0の判定勝利で2度目の防衛に成功した。2014年12月14日、沖縄にて、総達也と対戦。2から1判定勝利。2015年3月15日、小塚政治戦。パウンドで、t k を勝利。試合後に、伊藤数分に無差別級での対戦をアピールした。 2015年7月5日、伊藤数文と無差別級で対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。2015年9月9日、初代ライトフライ級キングオブパンクラス王座挑戦に、当たり、フライ級キングオブパンクラス王座を返上した。2015年11月1日、新設されたストロー級、キングオブパンクラス決定戦で、安倍博之と対戦し、2から1の、 判定勝ちを収め、王座獲得に成功した。これにより、初代フライ級、初代スーパーフライ級と3階級の初代を制覇。2011年8月の松永義弘戦以降、連勝記録を13に伸ばした。2016年6月12日、パンクレイス278で、張ったと対戦し、3R パウンドで TKO 勝ちを収め、連勝記録を14に伸ばした。 2012年からは、地元沖縄の琉球ドラゴンプロレスリングに参戦している。2018年9月30日、リジン・13で、落ハルオと対戦し、左フックからのサッカーボールキックでサンティコ負けを、喫した。ありがとうございます。